神奈美達夫は、日本のデザインコンサルタント。大阪府出身。江戸時代の名跡、大阪屋旧在門家の子孫。大阪屋は、鉱山経営、両替、オランダ貿易を営んだ、江戸時代の商家。創業者である、初代旧在門から数えて14代目にあたる。武蔵野美術大学造形学部、産業デザイン学科卒業。大学時代は、 オペラやバレエなどの舞台美術を学んだ。大学卒業後、株式会社官労商品環境研究所を設立し、国際企業のデザイン戦略に携わる。新事業、新ブランド開発に関わるブランディングも数多く手掛け、アメリカやヨーロッパのアーティスト、デザイナー、建築家との提携プロジェクトの実績も豊富に持つ。武蔵野美術大学講師。 アメリカの自然史やネイティブアメリカンの生活文化にも精通した美情報をホームページで公開している。ゲーゾラの会、ケイディ・インク、カンナミ・タツオプロフィールハット、ケイディ・インク、コラボレーション教員紹介武蔵野美術大学、ブランドアドバイザリーグループ、東京オリンピック・パラリンピック競技、大会組織委員会東京2020、大会マスコット、東京オリンピック・パラリンピック競技、 大会組織委員会、ありがとうございます。